朝鮮戦、ザイオンに召集レターを送った模様。ベルギー一部シントトロイデンの日本代表ゴールキーパー鈴木ザイオンがアジアカップに続き、今月のワールドカップアジア2次予選、北朝鮮戦に臨む A 代表に召集されることが8日までに分かった。複数の関係者によれば、クラブ側にすでに日本協会から召集レターが届いているという。どいつはおに？呼ぶのにはいろんないでしょ。とほほ、あたしゃ疲れたよ。ザイオンはどんなことがあっても絶対に代表に呼んではいけない。キャッチングできないからパンチングして必ずそこから失点するぞ。最重要ポジにザイオン上田入れたらリバプールで再リーグ再開になるぞ。わら、ザイオンを呼ぶとか。ザイオン派セーブ率その他の指標がリーグワースト1位。ここ数試合ザイオンが少し安定してるから普通に選んで使いそうで怖い。最初からヤバかったのにあいつに固執して負ける最後まで使い続けたのは。それよりもなんでザイオンなんだよー。